こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では40代の男性におすすめの秋アイテムベスト5というテーマで皆さんに動画をお届けしたいなというふうに思っています。僕の動画はですね、結構いろんな年代の方に見ていただいてまして、30代前半から30代後半、そして結構ですね40代の男性にも見ていただいてるんですね。僕自身ですね、一応年齢を非公表にしてるんですが、30代後半で40間近というところでね、皆さんもですね大体の予測がつくかなと思うんですが、もうすぐ40歳ということで、今の自分自身に似合う着こなしというのを改めて考えることが少なくないんですね。やっぱり30代と40代で似合う服のテイストも若干変わってくるので、今回の動画を参考にしながらですね、秋にどういったものを買い揃えればいいのか、ぜひ皆さんの参考にしていただければなというふうに思っています。もちろん今回の動画では40歳以上の方を対象とはしてるんですが、僕のように30代後半の男性だとか、あとは30代中頃でベーシックなものが好きな方であれば、十分ですね、適用することができるかなと思うので、ぜひ最後までお楽しみいただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本をなるべくわかりやすく解説をしています。もう少し中級者的なアイテムですとかコーディネートの解説に関しては、僕がもう一つ別で運営してます YouTube メンバーシップチャンネルの方でですね、解説をしてますので、気になる方はですね、こちら動画の下の概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらの方からチェックをしていただければなというふうに思っています。それでは早速行ってみましょう。はい、ということで早速一つ目のアイテムから解説をしたいなと思ってるんですが、一つ目は今僕が着てるようなシャツですね。これは40代以降の大人の男性にはぜひ持っておいていただきたいアイテムの一つかなと思ってます。僕自身ですね、30代後半なんですけども、最近になってやっぱりですねシャツをよく着るようになったんですね。というのもシャツというのはトップスの中でもかなりきれいめに見えるアイテムだからなんですね。襟がついていますし、少しですねビジネスを連想させるようなアイテムなので、結構ですね僕ら世代が着ると収まりがいいんですね。ですのでこういった大人に似合いやすいですね秋のシャツ、ぜひ皆さんにもですね何枚か買い揃えていただければなと思ってます。ちょっと前まではですねシャツというとタイトなものが多くてですね、そうなるとちょっときれいめに振りすぎちゃうかなと思ったんですが、最近のシャツというのはですね、結構サイズ感もゆとりがあるものも増えてるんですね。肩位置もちょっと落ちていますし、身幅もゆったりで、ちょっと袖なんかにもたまりがあるんですね。このようなややゆったりサイズのシャツであれば、僕ら大人世代にも似合いやすいですし、ぽっちゃり体型の男性にもですね、意外と体型をカバーするためにも使いやすかったですので、僕ら世代としてはそのあたりもですね、めちゃくちゃ嬉しいポイントなのかなというふうに思ってます。僕はシャツいっぱい持っていまして、今着てるのは今季のグリーンレーベルのものなんですが、それ以外にもですね、襟型を変えて、例えばこういったバンドカラーの襟のものですね、襟元がすっきりしているもの、こういったものも旬ですごく使い勝手がいいかなと思います。こちらはですね、ダークグリーンの雰囲気がすごく気に入って、よく着ているユナイテッドアローズの今季のものなんですが、こういったものもおすすめですし、少しですね、アクセント要素を加えたいのであれば、このようなストライプ柄なんかも結構似合いやすいんじゃないのかなというふうに思ってます。僕はですね、このようなシャツを何枚か持ちながら、ちょっときれいめな着こなしを意識するようにしています。意外とシャツ1枚でも様になりますし、この上にですね、シャツアウターだとか、そういったものも羽織ってもですね、バランスがいいので、秋のトップスとしては、大人の男性であれば、一番最初に検討していただきたいのが、このようなシャツかなと思うので、ぜひ皆さんもチェックをしていただければなと思っています。はい、続いて2つ目の40代以降の男性に着ていただきたいアイテムなんですが、僕が今着用しているこちらのニットですね。これまたですね、鉄板で必ず持っておいて間違いがないようなアイテムかなと思います。先ほどはですね、シャツというような襟がついていて、よりかっちりめ、きれいめのアイテムだったんですが、それよりもですね、ややカジュアル感は漂うんですが、ニットはですね、素材の質感のおかげでかなり大人っぽく見えるんですね。1枚で綺麗めとカジュアルのバランスが整うようなですね、すごく使い勝手のいいアイテムになっているので、ぜひ皆さんにもですね、何枚かバリエーションをお持ちいただけるといいんじゃないのかなというふうに思っています。僕が今着ているのはこちら、今季のユニクロのですね、ミラノリブのクルーネックセーターなんですが、これがですね、すごく上品で個人的にも気に入ってるんですね。先日動画を上げていますので、そちらをチェックしていただければなと思ってるんですが、このダークグレーがすごく大人っぽくて素敵なので、ぜひこういったものをですね、着ていただけるとバランスがいいんじゃないのかなというふうに思っています。このようなニットと同じような仲間としては、スウェットだとか、あとはフードのついた
パーカーだとかそういったものがあったりするんですが、やっぱりそういったものが似合いやすいのは30代ぐらいまでかなと思っています。もちろん40代以降の方であっても雰囲気と合うのであれば全然パーカーいいかなと思うんですが、一般的にはですね、少し綺麗めに振ってあげてニットぐらいの方が使い勝手がいいかなと思うので、ぜひチェックをしていただければなと思ってます。今僕ダークグレーを着ていますが、色を変えてちょっとこういったホワイト系だとかオフホワイトのような明るいものをですね持っておくのもすごくバランスがいいかなと思いますし、まあ、今季のですねユニクロ U のモックネックのセーターですね、これまたバランスが良かったです。丸首なんですが少しですね襟が高めになっているので襟元のバランスが少しきちっとして見えるんですね。これまたバランスがいいので、結構ユニクロだけで十分にニットは揃ってしまうんじゃないのかなというふうに思っています。まあ秋といっても9月から10月初旬までは意外とですね気温が高い日も多かったりするので、もしニットを主役にするなら下にこのような白 T を重ね着してあげて、ちょっとですね腕を託し上げるとですねちょうどいい体温調整ができるんじゃないかなと思いますし、秋後半になるとこの上ですねシャツアウターだとか、あとは軽くジャケットを羽織ったりだとか、そのような形で重ね着のパーツとして使うのもいいかなと思うので、ぜひですね秋のトップスとしてセーターも皆さんのクローゼットの中に揃えていただければなと思っています。はい、続いて3点目のアイテムなんですが、僕が今着ているようなジャケットですね。まあこういったアウターというのは大人の男性にとってはめちゃくちゃ便利で使い勝手がいいので、ぜひですね一着でいいので用意をしておくと便利なんじゃないのかなというふうに思ってます。まあジャケットというとどうしてもビジネスのイメージを持っている方少なくないかなと思うので、まあ30代後半ぐらいまでだとなかなか休日には着ないという方も少なくなかったかなと思うんですが、まあ40代以降の男性であれば軽くですねこのように T シャツの上にサクッと羽織るだとか、こういった肩肘を張らない感覚でジャケットを持っておくとすごく便利なのかなというふうに思っています。まあ、先ほどもお伝えしたようにジャケットというのは結構ですね綺麗めなアイテムなんですね。ですので大人の男性が着ることで適度にですねかしこまっていて綺麗な雰囲気だとか上品な雰囲気が漂いやすいので、まあ結構あると便利なのかなというふうに思ってます。まあ、最近のジャケットというのはですね結構バリエーションが広くてですね、カチッとしたスーツ的なものではなくて肩パッドも入っていないですし、すごく生地感もですねラフなものが多いんですね。僕が今着てるものはですね、まあ、今年ユナイテッド東京で買ったセットアップのですねダブルのジャケットなんですが、これはですねもうジャケットというよりはカーディガン感覚でサクッと羽織れるようなものなんですね。まあ、サイズ感もですねジャケットといっても少し緩めのものもあったりするので、こういった形で着崩すスタイルというのもですね意外と使い勝手がいいかなと思います。まあ、このようなジャケットだと結構ですね動きやすいんですね。全然従来のスーツだとかジャケットっぽい感じがないので、まあ、こういったものを使ってもらうのもいいかなと思いますし、あとは定番的にネイビーの無地のジャケットですね。まあ、サイズ感も本当に適正のジャストサイズのものを選んでいただくとより綺麗な感じが伝わるかなと思いますし、あとはですねよりベーシックで使いやすいのはこちらかなと思います。まあ、中級者以降の方であればちょっとですね軽い感じのダブルのジャケットなんかが旬な雰囲気は出しやすいかなと思いますし、おしゃれがそんなに得意でない方であればネイビー無地系が鉄板で使いやすいかなと思うので、この2つで選択をしてもらうとすごくいいんじゃないのかなというふうに思っています。あとはですね内側に合わせるアイテムなんですが、今の僕のように T シャツ系、これがですね秋の前半から中盤ぐらいまでが使いやすいかなと思うんですが、もうちょっと寒くなってきたら内側にはですねこういった丸首のニットみたいなものが合わせやすいかなというふうに思ってます。今僕が持ってるのはユニクロのミラノリブニットですね。これが中肉厚でジャケットのインとしてもめちゃくちゃ活用できるので、ぜひこういったもので合わせてもらうとジャケットには相性がいいんじゃないのかなというふうに思ってます。で、ボトムスに関してはこれまたですねいろんなものが合うんですが、まあ、定番的なところで言ったらブルーデニムだとか、あとは先日ご紹介したようなグレーデニム、こういったものでジャケットは綺麗めなんだけどもボトムスはちょっとカジュアルめというようなバランスを作ってあげるのが一番ハマりやすいかなと思ってます。まあそれ以外にはですね、今僕はですね、ブラックのジャケットに、これはダークグレーのスラックスですね。これを履いてるわけなんですけども、ちょっとこのような形で色を上下で変えてあげつつ、綺麗めな感じにまとめてあげるのもいいかなと思います。もちろんネイビーのセットアップに中 T シャツとか、そういった王道のスタイルもいいかなと思うので、ぜひですね、ジャケットを使った着こなしというのは、ちょっとカジュアルめに振りながら楽しんでいただくといいかなと思います。まあ
なかなかですね、20代、30代だとジャケットがかしこまっていて、ちょっとなんか気分じゃないかなという方も少なくないかなと思うんですが、ぜひ40代以降は、綺麗めの着こなしの方がバランスが取りやすいというところを頭の片隅に置きながらですね、ジャケットを有効活用していただければなと思っています。はい、続いて4点目のアイテムなんですが、ボトムスですね。ちょっとこの状態ではなかなか見えづらいので、この上に立ちながら解説をしてみたいなと思います。画角の問題でね、なかなか足元が見えづらいと皆さんからご意見いただいていて、大変申し訳ないんですが、まあ、今回こういった形でお見せができればなというふうに思ってます。僕が今履いてるのはですね、いわゆるテーパード型のボトムスになっています。まあ、テーパード型というのはどういうものなのかというと、まずはお尻周りだとか、もも周りに関しては適度にゆとりがあります。僕が今履いてるものは今季のグリーンレベルのものなんですが、一応こう腰周りにタックが入っているので少しゆとりがあるんですね。そしてその分ですね、紐でウエストを調整できたりだとか、ウエスト部分にはゴムが入っていて楽な感じの仕様になっているんですが、このあたりはゆとりがあるんですね。ただ膝から下にかけてはテーパードといって、少しずつ裾に向かって細くなるような形になっていて、スタイルがよく見えるんですね。こういったボトムスが僕ら世代には体型的にも似合いやすいかなと思ってます。まあ、僕ら世代だとお腹が出てきたりだとか、太ももが結構張ったりするんですが、まあ、そういった体型だとなかなかスキニーデニムみたいなものが似合いづらいんですね。まあ、その点こういったテーパードパンツだと適度にですね、大人っぽい雰囲気が漂いながら、体のラインを拾いすぎないので使い勝手がいいんじゃないのかなというふうに思ってます。僕が今履いてるのはですね、ダークグレーの色合いなんですが、他にもネイビーですとかブラックですとか、濃い系のものを選んでもらうと使い勝手がいいんじゃないのかなというふうに思ってます。で、裾の長さなんですが、これもですね、やっぱりちょっと流行みたいなものがありまして、ちょっと前まではかなり短めのものも流行ったりしたんですね。結構くるぶしががっつり見えてしまうようなノークッションよりもさらに短いぐらいな感じが流行ったりもしたんですが、最近はですね、割とこうそのあたりはベーシックな長さといいますか、ちょうど靴にですね、裾が触れるぐらいの感じ、ノークッションだとか、あとはハーフクッションぐらいで適度にたるませる、これぐらいがちょうどいいかなと思うので、あまり短すぎないこと、もしくは長くてダランとしすぎないこと、このあたりをですね、意識しながら丈の長さというのは店員さんと相談してみるといいのかなと思っています。今履いてるようにスニーカーとも相性がいいですし、もちろんローファーみたいなものにも相性がいいので、このようなテーパード系のパンツはですね、1本は必ず持っておきたいかなというふうに思っています。まあデニム系のものも皆さんお持ちかなと思うので、そういったものでカジュアル感を出すのもいいかなと思うんですが、綺麗めなパンツとしてはこういったテーパードパンツがですね、すごく便利なので、ぜひ皆さんもチェックをしていただければなと思っています。はい、続いてラスト5点目はですね、靴ですね。まあ40代以降の男性に似合いやすくて使い勝手がいいものは何なのかなというふうに考えたんですが、まあ結果ですね、僕がおすすめしたいのはこちらかなと思ったんですね。はい。ブラックのレザースニーカーですね。まあこれが王道で鉄板かなと思うので、まだお持ちじゃない方はですね、ぜひこちら買い揃えていただくのも良いのかなと思ってます。ぜひこちらの画像を参考にしていただきたいんですが、まあこういったですね、レザースニーカーというのは最近ではですね、だいぶ定番化してるかなと思います。まあかつてであれば40代以降の男性であったら、ローファーだとか、あとは着火ブーツだとか、そういったものが似合いやすかったんですが、最近はですね、着こなし自体もだんだんカジュアル化してきてるので、そこまで休日に堅苦しいものは履きたくないという方も少なくないかなと思うんですね。まあ僕自身ですね、ローファーだとか着火ブーツ、かつてはよく履いていたんですが、最近はですね、どうしても出番が少なくなっていて、スニーカーの方が履くことが多いんですね。まあそのスニーカーのジャンルの中でも、綺麗めなものであれば、40代の男性でも使い勝手がいいかなと思うんですが、まあそういった点ではですね、こういったブランドロゴが入っていないもので、ブラック単色、そしてソールは白になっていて、そこまでですね、カチッとしすぎないもの、これがまあバランスとしては最高かなというふうに思っています。僕が今持っているものは何度も動画の中に出てきますが、ナノユニバースのオリジナルのですね、レザースニーカーなんですが、これがすごく使い勝手がいいんじゃないのかなというふうに思っています。まあ、もう少し高いものだとコモンプロジェクトだとか、まあ本当にいいものがあったりするんですが、なかなか手が届きにくいので、できれば1万円台でこういったレザースニーカーが手に入るとすごく便利なのかなというふうに思っています。まあ感覚としてはもう本当にですね、レザーのスニーカーではあるんですが、
革靴のような感覚でラフに履いていただけるかなと思ってます。コーディネートも迷わなくていいんですね。例えば今回ご紹介したようなシャツにも合うし、あとはもちろんニットにも合いますね。それだけではなくて、僕が今着てるようなジャケットだとか、あとはテーパードパンツですね。こういったものにも合ってしまうので、一足あればこと足りてしまうというところで、これは鉄板の靴なのかなというふうに思っています。もちろん白系のレザースニーカーもあると便利なんですが、まず一足持つのであれば汚れも気にならないですし、ビジネスカジュアルなんかでも使えるようなこういった黒系のレザースニーカーは鉄板ですので、ぜひ皆さんもチェックをしていただければなと思っています。はい、ということで今回の動画では40代の男性におすすめしたい秋のアイテムベスト5というテーマで皆さんに動画をお届けさせていただきました。まあ、ポイントとしてはですね、トレンドとベーシック、この2つの軸で言ったら、やはりですね、ベーシックによったもの、そして綺麗な雰囲気が漂いやすいものを選んだ方が40代以降の男性には似合いやすいかなと思っています。まあ、その中でですね、ほんのりトレンド感というのを混ぜ込んだのが今回のアイテムですので、まあ、こういったものをですね、一つの軸としながら、あとは見ていただいている皆さんの好みに応じて少しずつカスタマイズしながらですね、秋服を買い足していただければなというふうに思っています。まあ、なかなかですね、自分自身だとかつて似合ってたものがだんだん似合わなくなっていくっていう感覚がつかめない方も少なくないかなと思うんですね。とは言っても、多くの方がなんとなく違和感を感じ始めるのが40代なのかなと思ってます。ですので、今回の動画を参考にしながらですね、少し大人っぽく綺麗めというところを意識しながら、少しずつでいいので秋服を買い揃えていただけると、おそらくですね、今の雰囲気と合ったような着こなしが実現しやすいかなと思うので、ぜひ試していただければなと思っています。これからもこちらのチャンネルでは、大人の男性に向けてメンズファッションを今日ですね、なるべく分かりやすく解説したいなと思ってますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。おしゃれ初心者から中級者へステップアップしませんか？限定動画では中級者向けのアイテム、コーディネートからライフスタイルまで発信。皆さんからのご質問のほか、無料動画では語れないスタイリストの本音もお伝えします。大山俊のメンバーシップチャンネル。